吾妻屋の密談銀之助は次第に元気を取り戻しましたその晩は静かに寝かし明くる日平次が出直していった時はもう床の上に起き上がって話くらいはできるようになっておりますどうしたんです若旦那共同へ行ったあと先のことを詳しく話してください南縁の日をよけて 平は障子の中の銀之助に声をかけました「うぐいすの声もおいて世間はもう青葉になろうとしております」「何が何やら私にも少しも分かりません」「ともかくおみわの書いた手紙を受け取ったのは3日前の晩放っても置けないし人に言っても悪かろうと思ってそれが悪かったんですよ」 足か八五郎にでも相談をしてくだせりゃいいのに後で気がつきましたがその時はお美和を助けたいのがいっぱいでともかく外へ出ましたいずれ共同の辺りと思い用心しーし出かけるといきなり後ろから殴られたようでそれっきり気を失ってしまった様子で傷のねえところを見ると重くて柔らけえもので殴られたんでしょうねそれから 気のついたのはあの部屋でした手足を縛られた上猿ぐつわをかまされてどうすることもできません一番困ったのは喉の渇くことでした一日か二日はもがき苦しんでいたようでしたがそのうちにまた気を失ったようで金之助の話は誠に頼りないものですその間に誰も来なかったんで誰一人来ませんよ せめて人声でも物音でも聞こえたら張り合いになったことでしょうがあの部屋には染料箱がいっぱい積んでありましたがみんな空っぽになっているところを見ると誰か金だけ持ち出した日えありませんそんなことに気がつかなかったでしょうか平次は慎重に探りを入れましたがこれは何の手応えもありませんいや少しもネズミ一匹来た様子はありません 小判はその前つまり殺された主人の文五郎が運び入れて間もなく箱をこじ開けられて少しずつ運び出されたことでしょう他に気のついたことは何にもありませんところでクセ者は何を狙ってあんなことをしたんでしょう金はもう取ってしまったが若旦那の命でねえことは確かでしょうよ 平もこう答えるほかかはなかったのですこの丹麗にさえ見えるいい男の銀之助は誰かに憎まれるか恨まれるか深刻に敵意を持たれていることは事実にしても三日三晩監禁されても命に別条なかったことも事実です「平と銀之助の話の話最中ちょいっと八五郎親分お目にかけたいものがありますが」 おは八五郎を誘い出して庭のずま屋に案内しましたようやく緑が深くなると吹きさらしのずま屋もこの下闇に隠れてなかなかの風情ですなんだい人相か手相かそれとも虎の子の財布か人からもらった色紙なんか嫌だぜそんなものを読まされるとおぶん寝つからねえ性分だからそんなことを言いながらも 八五郎は十分面白そうでしたこのくねくねとした娘にいや二十二という年間のくせにどうかすると十八娘のお染めやおみはより若く見えるお仙にこの下闇に引きずり込まれるのはまんざら悪い心持ちではなかったのですさあここへ座ってまず落ち着いてちょうだいなそして何も言わずに私と幻満するのよあら 不器用な指切りねそんなことあんまり慣れてねえよ指切りなんか男の子の芸じゃねえ八五郎は思ったよりは強靭な汚染の手の中に自分の手のひらを温かに意識しながらそれでもえらず口を叩いております膝と膝がすれすれに近々と寄ると絹物の合わせの匂いに 香油の匂いが混じって耳へ唇を持ってこられると長いまつげとほのぼのとした耳たぶとそしてかすんだような襟足だけが視野に入りますねえ八五郎親分当分このうちへ泊まってくださるわね私は怖いんですものいつ殺されるかわからないじゃありませんか世人型の親分が承知するかな八五郎にはまだ資料らしいものがありました の親分だだってて承知してくださるわ。おみ輪さんを探し出すということになればお仙はそう言って八五郎の手を引き寄せ赤ん坊を怪しでもするようにその甲をなでているのです美しい昼の日は青葉に透かして二人を染めますお百度参り駒込片町の大滝家の騒ぎは一向に拉致が飽きそうもなく 主人の文五郎と隠し娘のお秀を殺したセモ者は銭形平次が乗り出しても尻尾をつかませる余防すもありませんその割り切れない空気のうちに姪の汚染だけが明るく陽気に小人愛嬌とをまき散らしてめ入りがちな人々の心を精一杯引き立てておりますおや八五郎親分 ぼんんやりりしているんじゃありませんか待ち人来たらずというけね八五郎の肩をポンと叩くと何やら福くいくと濁って人道の花の中に首を突っ込んだような心持ちになりますちげえねえ毛の表が悪いよ銭形の親分はもう三日も顔を見せねえ水を聞かしたのよ八五郎親分があたしを口説くのを待って。 からっちゃいけねえこう見ても俺は人りもんだぜ八五郎親分でもムきになると怖いわね <laughs> その真面目腐った顔おせんは面白そうにくつくつと笑うのですところでどこへ行くんだおせんさんはこの間からちょいちょい出歩くようだが銭形の親分からこのうちの見張りを頼まれている俺は気になってならねえぜ新色ができたのよあら変な顔して。 でも焼かれると嬉しいわね実は目赤の不動様に三七日の願をかけたのよ百道踏むのそりゃ疲れるわ少し手を引いてくださらない男に手を引かれてお百道踏むやつがあるのか罰が当たるぜ一体何のがんをかけたんだ若い女の願ンかけは決まってるじゃないの金はふんだんにあるしうちにはろくな風邪っぴきもいない 不動様はそんな色っぽい癌なんか聞いてくださらねえよあらそうかしら悔しいねこういったお染です八五郎はその話の面白さに引きずられ大滝家の門を出ておりました町はもう夕方初夏の風は肌にくんじて並んで歩くお染の魅力が八五郎の若さをくすぐるのです本当のことを言うがいい 不動様に色っぽいガンをかけるなどという話を俺は聞いたこともね実はおじさんの仇が打ちたいのおじさんとは言ってるけれど実は私の父親かもしれないその人が殺されてもうこんなに日が経っているのに銭形の親分が苦労しても下死人も上がらない私はそれが悔しいからお不動様へガンをかけているじゃありませんか全くすまねえ これくれえのことなら袋の中のものを探るような手軽なもんだと思ったのが悪かったのさ手にガの親分は陣を立て直しているもう少し待ってくれ八五郎は自分のことのようにひょいっとお辞儀をするのです二人はいつの間にやら目赤の不動様の境内に入っておりました今では目黒と目白の不動だけは有名になっておりますが 徳川時代の中期までは五色の不動がそれぞれ信者の渇号を集めたもので目赤の不動も後の世に残っていたものよりは境内も広く鬱っとして狭くはあるが江戸のバスエらしい信仰の道場の面影を残しているのでしたあらそんなつもりで申し上げたわけじゃない。 お不動様にはすまないけれど私はお百度まで踏んで下死人探しに力こぼを入れているくせに実は腹の底ではいつまでも下死人が上がらない方がいいと内々はそう思っているんですもの私という人間は随分悪い女でしょうお千は妙に矛盾したことを言うのですそれはまたどういうわけだ随分変な話じゃねえかだって悪者を縛ったが最後 の親分もここへはもう来てくださらないでしょう下手人が捕まれやまあ駒込めはめったに来る折もあるねえよそれが私つまらないんですおじさんが生きているうちはまだよかったけれどおじさんが死んだ後では私はまったくの一人ぼっちあとはみんな気の知れない人ばかり恵三郎さんも番頭の中吉さんも若旦那の銀之助さんだって私の味方じゃない 他の女たちと来ては私を追い出すことばかり考えているんですもの悔しいねおせんはキリキリと歯を鳴らすのですこの少したがのゆるそうな女美しくて魅力的ではあるにしても少し人間の甘そうなおせんにもこんな激しい面のあることが八五郎を驚かせましたそりゃあ気のせいじゃねえか 俺が見るとうちじゅうのものがみんなおせんさんびいきのような気がするがそう見てくださるのはうれしいけれど人の心ってほんとにわからないものねおせんは物思う風情に首をうなだれます 闇に飛ぶ相口おせんと八五郎の2人はいつの間にやら境内の捨て石の上に押し並んで腰を下ろし最初は太夫と三味線のように心持ち八文字に開いて窮屈に並んでおりましたはるかなる町の音辺りのよい闇は次第に濃くなって八五郎の花の先のおせんの横顔だけが 白く暖かく目にしみます。冬にバタバタと足元から立った夜の鳥。まあ怖い。汚戯は思わつハチゴロの手にすがりついておりました。ごいサギだよ。このあたりにはこれが多いんだ。あれの甲をへたのは怪しびを灯すということだが。まあそんな話はよしてくださいなハチゴロやぶ。私はもう誤った。もう。 お化けの話はよしだよところで何の話だっけ冗談は冗談として真面目に聞いてくださいな親分たちはいずれここから引き上げる時が来るでしょうからその時は私もこの家を出ようと思っているんですこの家を出るそは本気かい黙っていさえすりゃ大滝家のめでのんきに一生を送らせるおせんさんが何が不足でそんな気になるんだ話の様子じゃ おせんさんこそはこのうちの跡取りかもしれねえじゃねえか八五郎は必死と説くのですおせんがここを飛び出すということは理屈も利害も無視した無惨と極まる話ですでも私の身になるとここは針のむしろよみんなに白い目で見られて大滝家を横領に来たように思われるんですもの誰もそんなことを考えちゃいねえよもしまた考えるやつがあったら俺が相手だ どんといなどとはだけた胸をたたいたりする八五郎ですあたしはいつどんなところで消えてなくなっても悪く思わないでくださいね八五郎や分その時はどこかのテ寺を探してくださればお染はしみじみというのです少しはすに体は八五郎の肩にもたれ加減にその上を押し包んだ濃い夕闇心細いことを言わねえようにしようぜ。 おせんさんがすがたをかくしたらなくおとこがなんにあるとおもうあかだんなのぎんのすけもてだいのけいざぶろうもそして八五郎親分はちごろ分やぶんはくやしいねないてくださらないのねああいいここもちになるだろうよりゅういんがさがったようにまあくやしいこんどははちごろのくびったまにおもいきりもうれつにかじりつくおせんですそのときでしたあ,あ 網を縫って飛んできた獲物、汚染の曲げを持たれていた後ろの松の幹にずぶりと止めてしまったのです。野<郎>八五郎は飛び出しました。獲物の飛んできた方角は本堂の横。星のじってを引っこ抜いて網雲に踊り込みましたが、くせ者はそれを待っているはずもなく、柿をこえ、足立を縫って、水子へともなく姿を隠してしまったのです。 親分助けて、私は毛をつられてどうにもならない」「追っかけるように後ろからおせんは救いを求めるのですくせ者の方を諦めてひっ返してみるとおせんは全く大変なことになっておりましたいつぞやお若が脅かされたと同じようなすぐはの合い口でおせんの曲げの中ほどを後ろの松の木の幹に深々と縫い付けられ 髪を切るか合口を抜くかなんとかしなければ身動きもできないありさまになっていたのです合口は松の幹に深々と突っ立って八五郎の合力でも容易には抜けません幸いお仙の体には怪我はないようですがちょうど八五郎にしがみついて首を下げたところをやられたから助かったようなものでもし首をまっすぐにしていたら 間違いもなく喉笛をぬまれたことでしょうこれでよしマスヤニがしでえから用意のことじゃ抜けねえありがとうおかげで助かりましたおせんは合口で少しは切られた髪を直しながらようやく平成を取り戻した様子ですしでえことをしやがる誰がこんなことをするんだこの間釜を放ったのと同じくせ者だろう手際がよく似ているが もう一つお若を狙った合口も同じくせ者に違いありませんがそれはともかくとして狙われたおせんに覚えのないはずはありません誰が私の命を狙ってるんでしょう本当に嫌になるわね見当ぐらいはつくだろう悔しいけれどそれがわからないんですもの私は人に恨まれるようなことをした覚えはない若旦那と私が親しそうにするとなんかしらたたるんですもの 今の相手は若旦那じゃねえぜ。八五郎は顎を突き出すのです。これはまた若旦那の金之助が源氏へから抜け出したようなしんとんとろりとした色どこぶりとは何という違いでしょう。間違ったかもしれない。おせんはそう言って慌てて自分の口を閉ざしました。かるわざしの持ち物その晩八五郎は 明神下の平地のところへ久しぶりの報告を持ってきました八珍しいなおめえはもうお染に生け捕られてこっちへは来ねえのかと思ったよ冗談言っちゃいけませんあの子は見かける家庭人間でちけうちに大滝家を飛び出して尼寺へ平りてなどとお将棋なことを言ってますよ八五郎を迎えた平次は一本つけさせる予後に お勝手にかたことやっているおしずに合図を送っていつもの調子で始めるのでした気をつけろよ明けえ娘が尼寺へ入りてえなどと言った時はきっと気の立ってる時なんだからそうでしょうか女が何か思い詰めた時例えば松ヶ丘の縁切り寺に駆け込む時などは黙って飛び出すもんだよ触れ込みだくさんに 生きてえようなことを言うときは誰かに何とか言ってもらいてえときに限ったものさでもさっき都の不動様の境内でまた相口が飛んできましたよ危うく汚染の喉笛に突ったつところひょいっとかがんだばかりに命だけは助かりましたがねそいつは油断がならねえな放られた相口を持ってきたのかあってきましたとも松の幹に突ったって大変な松屋にだが八五郎は 懐の奥から手ぬぐいに包んだのを出してくるくるとほぐすと中から出たのは白木の絵を告げた手ごろの合い口指で触ってみると先はよくとがっておりますが全体がはびきになって研ぎも包丁研ぎの荒っぽいものですこれと同じものがもう一本あるよ平次は立って引き出しから右近木綿に包んだ なるほどこいつはいつかおかの頭の上へ投げつけたあいくちですねそのとおりだよ軽い方の木の絵はびきのすぐ葉で包丁研ぎ波の道具とはあんまりちがっているからこいつは見せ物や軽技小屋で芸人の使う品とすぐ分かったよ大神楽の手まりにとる刀とは少しちがっているが絵の軽いところ研ぎの荒いところ 先にひどい箱ぼれのあるところ間違えもなく軽業小屋で掘ってみせる道具にちげえねえそれじゃあ浅草のおせんが元いた小屋玉にや淀ごろのところから出たもんじゃありませんか俺もすぐそれに気がついたから浅草まで出かけて淀五ごろに会ってみたよ聞いてみるとお墓に掘ったのは間違えもなくあの小屋から出た道具だそれじゃあおめえにもわかるだろうあの一座の道具 李八というあけい男が汚染に夢中だったということ。リハチなら無類の芸人だ。あの先の曲がった鎌を放って五六軒先の網を切るばかりでなく五六本のあ口を自由自在に扱う。するとくせ者はあのリハチとかいう男じゃありませんかその通りと言いてえが鎌を放って自由自在なことをするのは難しいがあ口なら一座のものは誰でも放る現に女ほおの おせんだってなかなか鮮やかな芸を見せたということだぜでもその相口を放られて危うく殺されかけたのは当のおせんですぜだから相口を放ったのは釜を放った利八ということになるかもしれねえんだよ言ってあげてきましょう今まで俺が放っておくもんか浅草へ三度も行ったが玉木屋の利八はあれっきり姿を隠して出てこねえん <laughs> これでは 八五郎でも手のつけようがありませんまあ一平飲んで歓迎ようちょうど勘もいいようだ銀庫からとっくりを抜いて平次は八五郎に継いでやるのでしたあととととと,と悪くありませんね親分の尺でキュッとやった心持ちは駒込の大滝家にいたんじゃ浴びるほど酒を飲ましてくれるが気が張っているせいかどうも身につきませんよその代わり尺がいいだろ んでもね、決まったようにお手酌でたまにお墓下女のお墓親分も知ってるでしょうあの娘が気の毒そうに釈をしてくれますが近頃はあっしになんか聞かれるのがつらいのか逃げていてめったに顔も出しませんでもあの子はいい娘ですね若すぎて化粧も身なりも構わねえのかと思うとあれでお宮と同じ年の18なんですってねそれがどうしたんだ 不思議に見ているうちにだんだん良くなるやすよ。色が青黒くって薄汚くって、見鼻立ちだって決していい娘じゃありませんがね。女のこととなるとおめえの目利きが低したもんだよ。嘘だと思ったら三日ばかり付き合ってみてください。真面目腐っているときは大してしとめをしかねえ不景気な娘ですが、なんかの弾みにめっぽう可愛らしい娘になるやすよ。朝から晩まで。 ぼたぼたと愛嬌を振りまくのと違って何でもねえ小汚ねえ娘がたまらねえきれいなところのあるのは気持ちのいいもんですね大層なご執心だなゴロ君ちあの娘の口から隠してくることをしきだそうとさんざんつけ回したんですものあの子のことなら何でも知ってしまいましたよ嫌な野郎だな そのくせ上手に逃げ回っててどうしても捕まりまませんまるで子供がヤンマを追っかけるようで我ながら腹の立つということは八五郎は本当に悔しそうでした軽傷なお墓に散々じらされたことでしょうしばらく放っておくんだ追っかけちゃ逃げられるに決まっている話なんか聞きたくも何ともねえようにそ知らぬ顔をしてみるがいい 今度は向こうから追い回しておめえに聞かせようとするにちげえねえ三男目具合に行くでしょうか八五郎は甚だおぼつかない顔をするのでしたでも一本開けてしまった頃には天下を取ったような心持ちになって「おせんがそう言いましたよいつまでもいつまでもここにいてくださいってそのかわり」などと八五郎はまことに他愛もありません は再び消える。そのあくる日八五郎は駒込片町に引っ返しましした。しかしそれは何という恐ろしい行き違いだったでしょうたった一晩のうちに事件は生々しくも凄まじい診断面を開いたのです明人下の一晩の休養にすっかりのんびりしてしまった八五郎は鼻歌でも歌いたい心持ちで でっかい野草を箱根の双子。山のようにこしらえて、大多喜家の門をくぐったのは朝の5つ8時過ぎでした。あ八五郎親分遅かった。遅かった門を飛び出した。汚染は八五郎の胸ぐらを捕まえてぐいぐいとやるのです。何をかったんだ。まずそこを離せ。だって。親分がいさえすればどうにかなったのに。 八五郎はおせんぼ引きずるよぼに大滝家に入りましたうちの中からはお上のお妻もその娘のお染めも養子の銀之助もそして大勢の奉公人たちも気の抜けたような顔をして八五郎のそばに集まってくるのですこのただならぬ空気の中に一番驚いたのは肝心の八五郎でした何が何やら一向わからないのに こびりついたような恐怖がみんなの顔を一様にこわばらせているのです。ともかくも話してくれ。一体何があったんだ。おせんさん、八五郎はその大勢の顔の中から表情の豊かなおせんの顔に尋ねました。この娘が1番ひどい打撃を受けているよ。ボスです。お宮さんが帰ってきたんですよ。昨べ10日ぶりでえ。それはよかった。 どこにいるんだそのおみやさんは帰ってきたと思ったらまた見えなくなったじゃありませんか煙のように一度戻ってきたのが本当のおみやさんだったかしらとみんな言い合っているところなんです本当のおみやさんだという人とおみやさんのじゃないかという人とはおせんはそう言ってぞっと身をふるわせるのでしたみんながみんなおみわを見たというのですから 本物のおみわでなければそれはおみわの亡霊かなんかでなければなりません詳しく話してくれそいつは容易ならぬことだ八五郎も薄寒いような気持ちになりましたがじってとり縄の手前今更引っ込むわけにもいきません私はおみわさんに間違いないと思いましただって日本の足があるんですもの 汚戯の論理は極めて明白です。でも幽霊説のおそめやけいざぶろうは頑固に頭をふっております。こうなんですよ。あちごろ親分、私からお話ししましょう。小物のオカミは汚戯の説明をもどかしいと見たか横合いから口を出しました。足の剪策なんかどうでもいい。言ってどうして。 八ごろをもようやく冷静を取り戻しておつまを促します。夢ここの土近かったと思います。裏の戸を叩くものがあったのですが、時刻が時刻だからみんな気味悪がって返事をせずにいると、お勝手口に近く寝ていたお墓がおみわさんの声らしいと気がついて開けてやると、見る影もなくやつれ果てたおみわさんがお勝手へ転げ込んだのです。それから。 八五郎もしになりまかれはなかなかにしっかりしております。何しろつかれきっているようすだからおみやさんのへやにかつぎこむようにしみんなでかいほうしながらいろいろきいてみましたがさめさめとなくだけでなんにもはなしてくれません。しいてきくといまはなんにもいいたくないがよがあけたらあかるひところでみんなはなすというじゃありませんかかそれっきり何にも聞かずか。 八五郎人のすることのバカバカしい手落ちに腹が立ってたまらない様子ですでも繰り返して聞くとこれだけは言いました銀之助さんが危ないと言われて妙な女の人についてゆくと門の前で不気味な天狗にさらわれ火を失ってどこかに連れ込まれたが後で考えるとそれは京成学部あ辺りの百姓屋の奥だったらしいそれから10日ばかり 食べ物には不自由はなかったが窓も何にもない穴のような部屋に放り込まれ鬼のようなばあさんと天狗のような赤い顔をした男に見張られて抜け出すこともどうすることもできず毎日泣いてばかりいたとこういうのですそれがどうして抜け出したんだ今晩ふいにその赤い顔の男が来て訳があって今すぐお前を返すさあ一緒に来るんだと。 しばらく歩いたと思うと駒込の通りへ出ておりました。それからはもう私の知ってる道で一生懸命駆け出してここへやってきたと言うじゃございませんか。まだまだ聞きたいことがたくさんあるけれどおびえきっていうのを嫌がるからそっと寝かして明け方までカールあるル晩をしてやることにしました。八五郎はじごろうはだまって聞き入りました。話はしだいに緊張してくるのです。若い子だかいだら、 女同士で見張る他はなく、私と娘のお染とおせんさんとお墓と4人が2人ずつ代わるがある見張ることにしましたそれからお染の手落ちというわけではありません私がすっかり用事に立ったのが悪かったんです部屋に戻ってみると娘のお染は目を回して床に寝ているはずのお宮さんの姿は見えなくなっておりました 窓の戸はここから出ましたと言わんばかりに一枚開いて夜風が冷え冷えと吹き込んでおりましたお上のお妻の話は終わりましたその時見張っていた娘おめの罪にしまいと随分骨を折っていることがよくわかります3人目駒込の虎松を迎えにやって銭形平次が飛んできたのは やがて親分はいすみませんとんだ間違いを起こしちまって素直ににびる八五郎にああいい過ぎたことは仕方があるねお宮が戻ってきたのもわけのあることならもう一度姿を隠したのもわけのあることに違いあるね平次はそう言って一応慰めた上早速新しい事実の取り調べにかかりました親分 まずみんなに会って親分の耳で話を聞いてください八五郎がうちじゅうの者のを呼び集めようとするのを止めていや何よりおみわの部屋を見よう四んべひどく疲れきって自分のうちへ戻ったと言ったようだが着てきた着物をそのまま着直して抜け出したのかええ、着物は変えたようでそれを見してもらおう平治はそこから出発したのですおみわの部屋はゆうべのまま 赤い裏を返した夜のものも冷たくはなっておりますが、抜け出したままの膨らみも残して、そばに置いた着物は脱ぎ捨てたまま、慌てて畳もしなかったのが、哀れ深く証拠を残してくれました。するとおみはは寝巻きと着替えてそのまま抜け出したことになるが、そういうことになります。おかみのお妻は失踪したおみわよりは、むしろ疑いをかけられそうな。 責任者のおそめを暗じる様子でそばから答えました。おみわが着てきた着物には大そうなわらくずがついているが、あの辺は役所やが多いせいでしょう。あの辺というと、けいせい学部あたりのような気がしたとおみわさんが言いました。おかみの答えははきはきしております。どうしてけいせい学部とわかったんでしょうねおやぶん。あちごろが口をゆれました。 放火も窓のねえ部屋に閉じ込められてみろいろんなことに気がつくよあの辺は殊にご潔の多いところだ駒めに住んでいるお美はそれを知らねえはずはねえはあなるほど八五郎は夕べおせんと話していて目赤の不動様の境内でご潔に脅かされたことを思い出しておりますお染さんに相いてえが平次が言うと お妻は気の進まない様子で連れ子のお染を平治の前へ連れてきましたお染さん怖がることはねおみわがいなくなった時のことを詳しく話してくれ平次はこの丸ぽ茶の少をあどけなくはあるがなかなかに色っぽい娘に聞きましたお染は少し青い顔をしてもじもじしておりましたが思い切った様子で私は。 めのさめたときはあたまがズキンズキンといたんでパパにおっかさんがしんぱいそうにたっていましたそうしてまどのとがあいておみやさんがみえなくなっていたんですそれっきりなんにもしりませんそれっきりかはいおそめはすこしなみだぐんでおりましたまどのそとにはやわらかい土のうえにちいさいおんなのあしあとがありますがいろいろのはきもので 踏み荒らされてそれがおみわの足跡であったにしてもどこへ行ったか見極めもつきませんハ行ってみようか栄治は履物を取り寄せて同じ窓から飛び出しましたどこへ行くんです形成が部、わら仕事をしている百姓やだそんなこっちゃとてもわかりませんや鬼のようなばあさんのいるうち窓のねえ部屋のあるうちそいつはよく古い百姓屋にある 万年どこにちげえねえ赤い顔をした男の出入りするうち随分証拠があるじゃねえかそれだけわかりゃ百姓屋をしらみつぶしに聞いて歩いてみましょう平次と八五郎と駒込の虎松の3人はそこからまっすぐに小石川の京成学簿に向かったことは言うまでもありません平次が教えた条件に当てはまる百姓屋は思いのほか手軽に見つかりました ここですよ、や八五郎が指さしたのは林の中の半分は崩れた大きな百姓屋で因縁とがあって土地の人もあまり近寄らず欲の深い老婆が一人で留守番をしているうちでしたが三人どかどかと入っていくとうちの中は全くの空っぽ鬼のような老婆どころか気の利いたネズミもいそうはありません「おっこの部屋だよ」。 窓のない部屋はすぐ見つかりました。何度に面した板戸を引き開けると、ほ、中は血の海、悪魔的な薄暗がりの中に、ねわらとボロクズを染めて、あの可愛らしい娘おみやは喉ぶえをかききられて死んでいたのです。 ダリーの敵、おみわの死骸は生産を極めました。荒かべの百姓や窓のない部屋、その藁の中にさながら叩き潰された昆虫のように死んでいるのです。それは美しくも痛々しい姿でした。どんな深い恨みがあったにしても、尋常な心の持ち主であったならば、こんな無言らしい殺戮は忍べそうもありません。 誰がここんんなことをしたんだ。「銭形平次の頭は焼きごてを当てられたようにじーんと痺れるのです何が何でもこの告白無残な殺人鬼は羽を伸ばす前に叩き落として4人目の血を流さしてはならぬ」。そう思い返すと頭が水のごとく澄み渡って職業的な勇猛心が平治の全身に行き渡ります。恥 みんなに外へ出てもらってくれ。一人も中へ入れちゃうならね。え。虎松兄とおめえは入り口に頑張るんだ。平次は、部屋の入り口におでを広げて、ついてくる人たちを追い返しました。その中には、おせんもおつまもおそめもいた様子です。でも、やばい。ついてきたのは、みんな、昨日、おけねえ人たちばかりですよ。八五郎は、いかにも不平そうでした。 馬や見物ならともかく大滝家の者や虎松や自分までも追っ払った親分の秘密主義が気に入らなかったのですそれにげえねえが俺はやり方を変える気になったよこうくせ者に裏をかかれちゃ平次も台無しだ今日からは八五郎にも気を許さねえからそのつもりで付き合ってくれへえ、はあ、驚いたねそいつは驚いたなこっちだよ することなすことどじばかれだ。俺はとうとう三人もの人が殺されるのを黙って見ていたことになるじゃねえか。八五郎は途方に暮れましたが親分の平時に逆らいかねてとぼとぼと入り口に引っ返しました。どうしたのさ、八五郎親分。ポンと背中を叩かれて振り返ると汚染の顔が笑っております。こんなところへへいっちゃいけねえよ。銭形の親分は今日は難しいんだから。 それで八五郎親分が腐ってるのねそんなことはねえさ八五郎は肩をそびやかしましたがまさに言い当てられたに違いありませんね八五郎親分お宮さんを殺したのはどんな人かしらあんな可愛らしい人をね可愛いそうに俺にそんなことがわかるもんかそう嘘でしょ八五郎親分は銭形の親分に聞かされてなんか知っているに違いない 少しばかり匂いを嗅がしてくださらない私も敵討ちのお手伝いくらいをしてあげるからおせんはそれを芝居の大詰めのあだうち本懐の場くらいに思っているのでしょう俺は知らねえと言ってるじゃねえか、まあ、怖い顔ね八五郎親分がきっとなるととんだんいい男よおせんはまた笑うのですこの娘が笑うとパッ と大輪の花が咲いたようで八五郎はすっかり抵抗力を失うのですさあ外へ出てこれ中の調べが済むまで人を入れねえことになってるんだでもね私もぜひ聞いていただきたいことがあるんだけど八五郎親分は私のことなんかにかまってくれないしおせはくるりと背を向けて歌舞伎芝居のお姫様のようなポーズを見せるのですかまわねえことがあるのか 何を言って話してんだ実はね八五郎親分うんうん私もやっぱり人に殺されるのかもしれないということなのなんだと私の命を狙っている者が二人もあることを八五郎親分はご存知ありません汚染のささやく声が八五郎の耳をくすぐったくかぐわしくかすめるのですそいつは誰と誰だい夕べは いつどんなことで突然姿を隠すかもしれないといった汚染は今日は自分の命を狙う二人の敵があると大変なことを言うのですそれを言うと八五郎や分も恐ろしい敵を二人引き受けることになりますよ何をつまらね顔見えてもじって取る名を預かる俺だくせ者の名を聞いたぐらいのことで腰を抜かしてたまるもんか八五郎にしては 羅生門の鬼退治くらいにはいつでも向かい金まじき木組です慶三郎とお妻お千はいつの間にやら八五郎に寄り添うように夕日をよけて立っているのでしたぐさのにおいぬかと土のにおいその中に立って八五郎は妙にやるせなさと見果てぬ夢を追うように焦燥を感じておりましたゆう <laughs> お不動様の境内で私に合口を負ったものがあるでしょううん、うん、あれは私の命を狙ってる一人待ってくれそいつは玉屋の一座にいた利八とかいう男じゃねえか八五郎はちょいっとこの辺りで方々を見せなきゃ三番勝負に三番とも負けてしまいそうですまあやっぱり親分は大したものねなにそれほどではねえが。 また長い顎を撫でますね親分あの人は私を恨んでいるに違いない私は恨まれる覚えもないし恨まれる筋もないけれど男は勝ってね <laughs> <laughs> 俺も男の切れっぱしだぜよおせんさん、まあ、すまないわね でもあの男に狙われちゃ私はもう助かりようはないユンベの合口だって私の喉を外すはずはない狙いを外したのは一度は許しておくが次にはきっと助けておかないぞと口で言われるよりも私は身に染みましたそれだけでも避けようはないのに私はもっと恐ろしい敵を持っているんですそれは誰だい おひでさんとおじさんを殺した敵はおみやさんを殺して今度は私を狙っているに違いない誰だいそいつは八五郎はせきこみましたがあべこべにおせんは青白いほど冷静になってゆくのです言えない私はそれを言えない言えねえことがあるもんかそいつを言ってもらわなきゃどうしたって無理よ八五郎をぶ十万両の金と大滝の家督と餌が多すぎるから いく人もいく人も死んでいくんです。それに金之助さんだって。お線はふっと口をつぐみました。あべこべに八頃を口をあいてそれを聞いているのです。しばらく二人は黙ったままで相対しておりましたが、その注意は百将屋の奥に入り込んで何やら調べに夢中になっている兵士の動きに捕らえられているのでした。おい、八。兵士の声が。 急に奥から響きました。はいはい。そこにいるのか。ええ、なんか風呂敷でも箱でも構わねえが、何か物を入れるものがねえか。何をするんで。うんと証拠が手に入ったよ。今度は逃がしっこはね。くせものもいよいよ接近詰めだ。さあさあありがてえな。足もそっちへ行っても構いませんかおやぶん。少し待ってくれ。まだ人に見せたくねえ。 じゃあ、ここにある風呂敷を借りて行きましょう。後で警視はいいんでしょう。放りやすいよ。それでいいよ。驚くなハチ。クセモンは底辺なものを落としていったよ。おやおや。何ですよ、親分。誰がそこにいるのか。おせさんですよ。平次は百姓屋の奥から出てきました。片手に重そうな風呂敷包みを持って、銭方の親分、それを持ってあげましょうか。いや、 平治は断りかねたようにもじもじしましたが、思いなぼしたように包みの手を変えました。おいぶん、おみやの死影はどうしましょう。畑様を放っちゃおけね。誰かにそう言って始末をしなきゃならねえよ。おや、そこにいるのは誰だい。平治に指さされると入り口のトブクロの間から亡くなった主人文五郎の甥の景三郎が。 青い顔を間が悪そうに出したのですあれほど言ったのにハチもハチじゃねえか何を見張っていたんだあ、はいすいませんついおせんさんと話し込んじゃんってこいつも大事な話でいい加減にしておくわけでもいかず戸袋の陰にこんな野郎がいようとは思いやしませんハチ五郎はすっかり照れてしまいましたおせんの話に付きあって夢中になっていたに違いありません 私が悪かったんです八五郎さんを叱らないでくださいなおせんは要領よく取りなしましたが平次はそれを相手にもせずにおめえはそこで何をしていたんだ平三郎の方へまっすぐに矛先を向けるのですどんなことをいたしました銭形の親分さんにああ言われてかえって顔を出せなくなってしまいましたいつからそこへ戻っていたんだ親分さん方の後についてきて このうちの中にお宮さんの死骸があると聞いて一目でもお宮さんの様子が見たいと思いました後でお宮さんの死骸は大滝家へ運ぶことになるじゃねえか、ええ、でも何がでもだ少しでも早く見てやりたいと思いましてあんな浅ましい姿を見られてお宮が喜ぶとでも思っているのか平地の追求はなかなかに辛辣です何やの親分 しててあげてくださいな私が口を出しちゃ悪いけれど啓三郎さんはそれはおみやさんに夢中だったんですものそんなことはおせんさんおせんの言葉はひどく啓三郎を慌てさせましたが決してうそではなかったらしく本人の啓三郎も決してそれを否定したわけではありませんだっておみやさんと啓三郎さんは同じうちの中に住んで朝晩顔を合わせているくせに お互いに手紙のやり取りをしたり人目につかないところで親しそうに話したりおせんは遠慮もなくすっぱ抜くのです夫も今の場合それが慶三郎を救う唯一の道でもありましたひとしきり揉んだ後で平次はお勝手の方へ声をかけると駒込の虎松が大滝家のおかみのお妻と一緒に出てきましたもう出てもいいんでしょうね銭形の親分。 そういうい虎松はお妻と一緒にいることに何の疑念も持っていない様子ですおこみさんと一緒にお勝手にいたのかフちわの人だからかまわないだろうと思ってねそれに仏様の後の始末も頼まなきゃならねえし平次は黙ってしまいましたこれだけの事件を引き起こした大滝家というものは全く手に負えないほどもろもろの人に監視されていることが分かったのです 緑のものの目おみわの死骸はその日のうちに駒込片町の大滝家に移されるはずでしたが正式の検視が遅れたのと死骸のあった百姓屋の持ち主が現れないために平時の独断ではどうにもならずそのまま百姓屋の奥に安置され工芸を備えて形ばかりの通夜を営むことになりました。 最ももっとがいを見つけたたたのも無理のののののはははは、は、うこくちかかまらなれででそそ通夜に集まったのは八五郎と虎松と大多喜家からは番頭の中吉と慶三郎とおみのお妻とおんと。 それに若主人の銀之助も顔を出しましたが、このほ人は宵のうちには女のかりにました。鶴瓶の僧が帰って酒が出ると八五郎と虎松はすっかりめでたくなってつい別室にあるおみわの印刷な死体を忘れがちです。っかかののの家は、若主人の銀之助のにはほにに女ばかりになって、 妙に寂ししい一夜を迎えました。誰の仕業とも分からずに一人一人が虫のように殺されてゆくその確かな目的も見当がつかないようでは命名が自分の命の守りようもない不気味なありさまです母屋の部屋がみんなの部屋から離れているしおみやさんの部屋に近すぎて気味が悪いからこっちへ泊まって構わないでしょう。 おせんはそう言って若旦那の銀之助やお上のお妻やその娘のおめの部屋のある大きな離れに移ってきたのは半通屋から戻ってきたばかりのまだ酔いのうちでした大滝家は江戸の郊外によくある巨大な百姓屋ですが価格が高いために玄関もつけ投げしも打ちますます重々しいものにして薄暗く

陰惨な空気の中では唯一のオアシスでもあったわけですおみのお妻とその娘のお染は下の八畳に若主人の銀之助は二階の六畳にこの部屋の配置はお妻の定めたものですが肝心の銀之助はお染を嫌って同じ屋根の下に住みながらどういうものかろくに口も聞きません。最も銀之助の嫌いなのは、 遅めばかりでなく、汚染に対しても同じことでした。あんなにまで接近してゆく汚染の色っぽさとその行き届いた処置ぶりも銀之助にとっては迷惑至極なものらしく、苦い顔をしてそっぽを向くのです。最も,も殺されたおひでやおみ宮には多少の行為は持ったらしく、ずいぶん口もきいておりましたが。 目に余るようなことなどは一つもなくおひでやおみわが刺されても一応は心を痛めながら取り乱した様子などは一つもありませんこいつは不死身だ八五郎はよくそう言いましたほれっぽくてフェミニストで若くてかわいらしい娘に頼まれるとどんなことでも断りきれない八五郎などから見ると女に対する吟之助の冷淡さは まさに恋の不死身としか思えなかったわけです。ゴブといっても、どこからもフをもらっているわけではなく、いわば対等をした百姓に過ぎない銀之助の存在は、八五郎にとっては全くの謎でした。暇があれば青拍子にかじりつき、死の玉枠で日を暮らしている銀之助です。なる歌舞伎役者にも少なかろうと思われる、いい男っぷりを、 持ち腐れにしてものの本ばかり読んでいる心構えは八五郎などには特別からざる謎です。行方不明になったと思われる十万両の小判は主に番頭の中吉が采配を振るって屋敷の内外をもぐらの穴まで探し回りましたが肝心の若主人銀之助はそれも大した興味がある様子もなく近頃は お茶の水の御聖堂に通って林大学の神のご講義を聞く手鶴を求めているということで八五郎の友柄にはますます縁が遠くなりますその間忠実に銀之助の世話をしているのは下女のお墓たった一人でした若い娘たちには遠慮がありお互いの牽制もありますがそのうるさい空気の中でも お墓は誰に遠慮もなく、平坦に、充実に、一向こだわらない態度で使えているのでした。たった十八のお墓、青黒くて小柄で、薄汚れてさえ見えるお墓が、日に日に可愛らしく美しくなってゆくのを、人知れず見つめていたのは、牧年人の銀之助たった一人だったかもわかりません。この素性も知れない娘、父の文五郎が、 どこからか拾ってきた娘は不思議に文字もあり節度も心得素直で忠実でそれが一つの魅力になって次第に乙女らしい美しさを加えてゆくのを一番そば近く置いた若主人の銀之助が一番先に発見したと言ってもいいでしょう。まつげの長い大きい目それは無知な田舎娘によくある澄んだ目ですが。 お墓の場合はそれになみなみならぬ霊地が宿って薄汚いと思った青黒い顔にアシュラ王のような野蛮さと情熱とそして言うに言われぬ英知と慈悲との輝くのをいつの間にやら銀之助が見て取ったのです。外国の有名小説にある若紳士が華やかな交際社会に飽き飽きしてしまって 自分の生涯を託するに足る本当の淑女つまり全身を打ち込んで恋するような素晴らしい魅力の主を探して全世界に旅をするという話がありますその若紳士は知恵と金のあるに任せてあらゆる華麗な社会へ入り込み人から人へ国から国へと天下第一党の霊人を探して歩いたが年を経てもさて 一生を捧げ尽くして悔いないといなとう素晴らしい恋人はなく幾年かの後呆然として自分の家へ帰ってくるのですそしてそこで長い間見慣れてかつては女らしい待遇さえしていなかった若い家庭教師の夫人に会うのですなんとそこで若新氏は長い旅の果てに初めて本当の恋人を見出しました。何の装いも 恋の技巧も知らない見慣れた若い家庭教師の婦人こそ、若紳士が長い間探しても得られなかった本当の恋人、生涯をかけて求むる理想の婦人だったのです。お墓は実にそういった娘でした。豪華健乱な装いにはいつかは飽きが来るのです。薄汚い外貌の底からひそやかに輝き出す美しさは、 何に例えるるものがあるでしょう。それはちょうど汚く黒い土を割って出る緑色のものの目のようなものでしたエメラルド色の輝く目は不注意なものには何の興味もありませんが太陽の下に自然の恵みを受けてすくすくと伸びてゆく美しさそれを眺める喜びはまさに神の見技を目の当たりに見る喜びです。 夜の不安。その晩若主人の銀之助はよりどころのない不安にさいなまれました別に大した理由はないのですがただ隣の部屋狭い四畳半を片付けさせて汚染が止まることになったというたったそれだけのことかもしれませんともかく汚染らしいものの気配が妙に銀之助の神経に響いて 机上の上に置いたものの本も見につきません。お、ちょっと待ってくれ。はい。銀之助はそこらを片付けて、そっと滑るように自分の女中部屋に引き上げようとする下女のお悪かを呼び止めました。お前気の毒だが、しばらくここにいてくれないか。いつもにない銀之助の不思議な望みです。お先が後で話しに来るというのだよ。 おせんにあっちゃかなわない。私はまるっきり口がきけないのだ銀之助は苦笑いしているのです炭治郎型とはおよそかけ離れた色の浅黒い知的な若旦那型ですがこの「北京劉備」は言うに言われぬ「眼蓄を持っているのですでも「構わないよお前はそこにいて奇拍子でも読んでいるがいい私はいい加減にしてお線を返してやるから」 銀之助はおかをそこに留めておきたいわけではなく、汚染に対する厄よけのまじないに使われているのだと思うと、おかもつい断りきれない妙なく、すぐったさを感ずるのです。ごめんくださいな。入ってもいいんでしょね。ね、汚染の声です。廊下から声をかけているのでした。銀之助はそれに応えず。 おはかと顔を見合わせて黙っていると、襖紙は思い入れたくさんにゆらゆらと開いて、おせんの顔がしらじらと覗きます。まあ、おはか、人の声がすると思ったらお前だったの。すみません、お休み前にお片付けをしておりました。おはかは座布団を直したり、安灯を引っ張ったりしました。 謝らなくったっていいよ。どうせお前は用事が済めば引き上げるんだろう。はいそうしてまだ用事は済まないのかえい,いえもう帰りかけておりました早くおしよう私は銀之助さんとお話があるんだからもっとも人に聞かれて悪い話ではないけれどおせんはお墓の顔をのぞくようにするのですではおやすみなさいまし。お若はは、この上は いたたまらないようすで銀之助とおせんへ2人へかけてあいさつをしましたああおわかはい水をもってきてくれその水さしのは古いようだから銀之助はしょうことなしのようちなどを言いつけますいいえそれくらいのことならあたしがあとでいたしますもうおまえは言っていいよおせんは小戻りしたおわかにとどめをさすのですで なんかか、でもあるのかおせんさ墓んを見送って銀之助はおせんに向き直りました用事というほどのことではないけれど少しお話をしてくだすってもいいでしょう。おみやさんのあんな姿を見て私はもう怖くて怖くて寝られそうもないんですもの銭形の親分がさっき何かお預けしていったでしょうおせんの話は,は飛躍します 風呂敷包みを預けていったよ。なんか気味の悪いものが入っているようだったから下のつづらの中に放り込んで縄をかけて封印してあるがいやね夜が明けたらどこかへ移してもらおうそれがいいわところで用事はそれっきりかでも何かお話ししてくださいません私はそりゃいろんなことを聞きたいんですもの浅草の見せ物小屋で育って 世間のことは何にも知らないからみんなに変な目で見られてそりゃ肩身が狭いんです若旦那は学者だからお話を聞いているうちに私でも少しは利口になるでしょうねおせんの体はいざるように銀之助のそばに寄るのですそれをよけよけ銀之助はいつの間にやら壁際に押しつけられなんかこう絶対絶命的な圧力を ややわやわと感じるのも無理のないことでした「おせんさんすまないけれど私は頭痛がしてかなわない」「あらそう気が利かないのねとこを敷いてあげましょうか」「頼むから私を一人にさしてくれ」「まあ」「銀の助は精いっぱいの我慢を振り切るように手を上げて払いのけるのです覆うよしもない不快の色が」 いい男の顔一面をこわばらせて汚染の無遠慮さでも近づくすべはありません。